はい、というわけで本日は野球人にとって大事な目にまつわるお話です。はい、徳さん。はい、お疲れ様です。お疲れ。そうです、最近コメントに多く入ってきてるんですけども、うん、サングラスをかけすぎじゃないかと曇り、特に曇りでもかけてますよねと。何なんですか、かけすぎ。調子乗ってますか。いやいやいや、かっこつけですか。かっこ、あ、でもかっこつけってイメージはね、日本は多いよね、サングラスが。多いよね、まあそうです。多い。そのなんでかっこつけになるのか逆に俺は分からん。そのサングラスをしただけでかっこつけになるんだったら、はい、もう人類の、うん、もうなかなかの人はかっこつけですよ。ちゃんとした理由がある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 、知りたい。かっこつけじゃないんですよ。後日待ち合わせたのはお茶の水にあるあるショップでした。何ですかここ。スワンズのショップでございます。私がいつも、お買い物に来るところでございます。曇りでもサングラス必要なの知ってますか。いやいや、曇りはいりませんよ。いるんですこれが、まあ、そういうのをちょっとね、はい、あのぜひとも紹介しようという。なるほど、いきます。はい、やってきたのは徳さんが週7日訪れるとか訪れないとかいうサングラスショップ、スワンズさん。バンズ、早速石川亮先生にお願いしますけど。石川さん、スワンズなんですか。そうそう、うちの石川はスワンズ。うちに関係ありません先生、アイスバーンズでボールがはっきり見えるって言われてますよ。そうなんです、そうなんです。よくぞ気づきました。いいじゃないですか。変更アイスブルーって書いてある、はい、これかざしといて、はい、いいっすか。おー、くっきりした。すごいでしょ。もう一回もう一回、今これめっちゃ光が当たってる状態、ね、眩しい状態です。これめっちゃ見えるんじゃないですか。こういうことなんですよ。これか。そういうレンズが結構ね、サングラス、あの勉強になりますよ。取り外し可能なんですよ、このレンズだ。はい、あ、だからそのなんかレンズだけみたいなのがある。そう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 。話を聞くと、環境に合わせていろんな種類のレンズがあり、競技別、夜用、または撥水加工があったり、ボールがよりよく見えるようになるレンズなど、とにかく様々な環境に対応してきてる。曇りでも、はい、ちょっと見づらいなってっていう時って、まあ、視聴者さんの中にも見たりすると思うんだよね。はい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 。結構あの曇りでそのボールかぶったりすると外野とか見づらかったりするんですよね。けどサングラスをすることでその余分な光を落として白球だけをくっきり見せてくれるの。え、ただ太陽、太陽から眩しくないとかだけじゃないってこと。だけじゃないってこと。あれ、なんかあれ、あ、あれ、我らが杉谷健司さん、置いてあります。バッテとボールどういうこと。バッテですか。バッテだろうね。オレンジ杉谷選手ですね。ちょっと待って、何これ逆です。どうですか。ちなみに春の選抜が始まってますが、高校野球対応モデルも出てるそうです。選抜でもつけてる選手はいるんでしょうか。というわけで新企画、あっぱれ選手たちのサングラス大調査。まず一人目はこの方。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、ちょっと今選手の皆さんサングラスを、はい、どんなサングラス使ってるのか聞いてまして、はい、早速これ何、これどこのやつですか。オークリーです。オークリーです。へー、前から使ってます。1年ちょっとですかね。へ、使ってます。なんでこのなんか面白いデザインにしたんですか。シビザルさんに憧れて。シビザル、シビザル使ってましたっけ、はい、これ去年の夏ぐらいに。この青だったっけ、黄緑です。黄緑だね。黄緑使ってるの憧れました。そうですか、はい、しっくりきましたか、はい、買っちゃいました。どうなんですかこれは、実際つけてみて。あ、全然野球でもいけると思いますよ。最初ここら辺が見えないのかなと思ってたんですけど、はい、使ってたらもう普通 に, そんなに全然大丈夫でした。へ、ずっと学生の頃からサングラスとかって気にして使ったんですか。いや、使ってないです。1年半ぐらい前ですかね、はい、大宮憲法で、はいはい、だいたいフライを1日2回ぐらいやってました。そうでしたっけ。眩しく何も見えずに。なるほど、それを気に。サングラスかけるしかないなと。そうですね。使わない手はないと。でこれでもつけるようになりました。へ、動体視力は悪くないと思うんですけど、はい、反応するのが遅いみたいで。それは教習所とかで車のこういうやつあるじゃないですか、はい、あれ大体右左食らうんですよ。いや、事故ってんじゃないですか。動体視力の問題なのか分かんないですけど、でこういう広い視野がないみたいで。そうです、サングラス特集が組んでて、はい、つけてるね。はい、ありますね。あれ、これ
これもオークリーです。へえ。オークリー。なんか水色やん。そうっす。なんで？これカスタムオーダーっす。カスタムオーダー？はい。色選べるやつで黄色とオレンジと水色、うんうん、にしたの。はい。フレームの色が選べるんだ。フレームの色とレンズのプリズムみたいなやつ。カラーと、うん、あとここのカスタムできるところとイヤーのところ。へえ。なんか目を意識してんの？そういうサングラスをつけてるってことは。あ、僕目がもともとあんまり良くなくて、はい、目悪かった。で、まあ、今コンタクトずっとしてるんですけど、野球の時、中学生の時から、うんうん、っていうのと、あと目の色がちょっと薄くて、あ、おお、確かに。なんで眩しく感じやすいんで、うん、まあ、サングラス、まあ、高校生の時とかは使ってなかったですけど、うん、まあ、大学生の時とかからサングラス OK になるんで、うん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 、なるべく特に照り返しとかきつい時は僕本当に眩しくて見えないんで、結構打席とかでも僕はつけますし。なるほど。あ、そうやね。確かにずっとつけてるイメージある、はいはい、こんな感じで今後いろんな選手に話聞いていきます。俺はね、一個訴えたいことがあるんですよ。あのよくね、あのサングラスをつけるイコール格好をつけてるみたいなことがね、まあ俺もね、過去はそういうふうに思ってた。しかしながら、あの海外の人がサングラスをつける理由っていうのは、これが茶色になったりして質が薄いのよ。だから太陽光ダイレクトに抜けちゃうっていうのがあって、よく海外の人がサングラスをつけて、でそれ格好いいから、日本人がサングラスをつけない文化の中でサングラスをつけて格好いいっていう、そういうことに繋がってきたんだけども、そんなことを言ってる場合ではないぐらい今文化が変わってきてます。はいはいはい、そういうのがあって目をしっかり守らなきゃいけません。紫外線強まってますよ。そうで、野球でやっぱ目をしっかり守っておかないと、やっぱ眼球ので動くやっぱスポーツだからさ、目で捉えるスポーツだから、そういった意味でしっかり使っていくっていうのは、これはね、僕はおすすめをします。むしろカッコつけてるわけじゃないと、うん、必要だからつけてると。ちょっと眩しいなと思ったらつけてくださいですね、うん、甘く見ちゃいけませんよ。そうですよ。あっぱれオンラインショップから新たに3つの新商品が出ました。帽子2種類とあっぱれオリジナルプレジャン。見てください、お三方、いつもよりかっこよく見えるぜ。他にもいろいろ揃えております。時間ある方はぜひチェックしてみてください。はい、バルス。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あのね、バルス。あ、すみません。ちょっと早かった。どうじゃった？どうじゃった？ちょっと早かった。